どうもー。いやー、すごい雨です。画像で今この画像はですね、スマホで撮っているんですけど、この雨の状況がお分かりでしょうか。すごい雨ですわ。結構これどうだろう、1時間に30ミリとかそういったレベルの雨じゃないかと思います。すごいですよ。ワイパーを止めれば分かるかなと思ったんですが、まあ、こんな感じで降り続いております。昼前からですね、今13時54分ですけれども、結構2時間ぐらいこんな感じですね。で、九州の方はなんか被害が出てますけどね、まあ、九州地方のお方は本当命を最優先に避難していただきたいと思います。で、ここのね、防府でも数年前に土砂災害でね、亡くなられた方もおりますので、またそれをね、その時の豪雨を思い出させるような降り方になってますね。今ね、本当バケツをひっくり返したような、おそらくこの雨が今この程度だったら50ミリぐらいじゃないかと思います。結構もうね、前が見にくいぐらいに降ってますね。はい。ではですね、私はマイナスポイントでマイナスして、これから会社へ帰るところですけれども、ここの右側にね、サッカー場があるんですけれども、もう水分含んで、すごいですね、人工芝が。もう水がね、かなり浮かんでますよ。どうだろう、今信号待ちなんでね、こんな感じです。はい。これから私会社に帰りますけどね、トラックから降りるのに一瞬でずぶ濡れになるんじゃないのかなと思っております。これちょっと当分やみそうにないですね。西の空も東の空ももうこんな状態なんでね、この正面にね、山が見えるんですけどね、その山ももう霞んで、もう全く見えない状態です。はい。で、薄暗いですね、辺りが。私今ヘッドライトをつけて走ってますが、本当すごいですわ。本当ね、このままの状態でいくとどっか被害が出るんじゃないのかなと思わせるような雨ですけれども、被害がないことを祈っております。うちの家もですね、周りの地形よりは低いところにあるんでね、で、水がどうしてもね集まってくるんですよね。床上浸水だとか心配ですわ。で、数年前の台風でうちの家は浸水したんですけどね。で、それ以前にですね、私が小さい頃、小学校の低学年だとかはね、もうこんな雨が降るとね、しょっちゅう床下までね来てましたよ、雨がしょっちゅうで。昔の家なんでね、その家の中っていうかね、土間があるんですよね。でそこの土間に、まあ、スリッパだとかね、靴を置いてたらね、その靴がね浮かんでしまってね、どんぶらこうとよそへ行ってしまうわけですよ。で雨が引けばね、床の下がね、床の下のゴミとかがね、ネズミが死んだとかね、出てくるんですわ、ゴミと一緒に。もうね、もう考えたくもないですよね。まあ昔はそんな家に住んでましたけどね。ほんとすごいですわ、これは。ちょっとやそっとじゃ車降りれないですね。まあ慌てて帰ることもないんでね、慌てて家に帰ってもしょうがないんでね、まあちょっと雨が小降りになるまで車の中に待機しておようかなと、こう思っております。にしてもすごいですよね、この雨。どうしてもこの梅雨の終わりの時期はどうしても降りますよね、この時期は。大体ね、山口県地方は7月の20日前後をめどにね、梅雨の方が上がるんですけれども、なんかね、今年は7月の10日ぐらいに明けるんじゃないかという予報も出てたんですが、でも今日のお天気見てますと、週間天気を見てますと、7月の11日か12日までまだ雨になってましたね、ずっと。なるとおそらくその頃には梅雨は明けないのかなと思っております。海の方もね、もう全く見えませんわ、海の景色も全くね、遠くの島々が見えないといったところですね。本当ね、こんな日に運転される方はですね、本当十分にスピードと車間距離、これさえ守っていればね、本当事故はね 99% 防げますので。あとは本当無理な運転をしないということですね。本当ね、イライラするんでしょうけれども、やはりですね、雨が降ると苦手な人もいるんですよ、スピードを出せない人もね。でこの雨の日に運転するなよと、でちょっと車間詰めてせかしてやろうかと思うかもしれませんけれども、そこはねぐっとこらえて、あ、雨だからスピードを落としていってるんだなみたいな感じで、ちょっとね思いやりがある運転をすると事故も未然に防ぐんじゃないかと思いますけれども、前の車はおそらく左に行きたいんだろうけれども、ウインカー出しなさいよと思いますけれども、まあ、おそらくね左になんか必要以上に寄ってたんでね、まあ直進じゃないなと思いましたけれども、はいそれでは今日の私の仕事も終わりに近づいております。明日は久々の広島2回戦ですよ。明日もこんな天気だとね、かなり疲れると思いますわ。やっぱりね、雨の日は疲れますね、どっと疲れが出ますわ。今晩は早く休んで、しっかりと体力を回復して明日の仕事に挑みたいと思います。それではこの動画は以上になります。では皆さんもこの後もご安全にいってらっしゃい。バイバーイ。